日本とヨルダンの関係は、日本国とヨルダンハシミテ王国との間の二国間関係を指す。1954年に、両国の間で国交が樹立されて以来、一度も国交が途絶えることなく、現在に至っている。委任統治領パレスチナとトランスヨルダン主長国、北東のイラクとの国境で措置な領土交換があったことを除けば、現在の領土と一致する。 ペトラ遺跡の人院跡現在のヨルダンに相当する地域は旧石器時代から人類が活動していた痕跡を発見することができ、メソポタミアで文明が生まれた肥沃な三日月地帯と呼ばれる地域に近く、古来より貿易の中継地点と栄えていた。この地の支配者はシンバビロニア、ナバテア王国、ローマ帝国、イスラム王朝など優位天変極まりなく入れ替わり、 1917年、それまで、オスマン帝国の支配下にあった者を第一次、世界大戦の連合国イギリスが占領して、軍政を指揮、1920年からは、イギリス委任党治領パレスチナとして、高等弁務官を派遣して、植民地支配を開始した。1921年、イギリスは委任党治領パレスチナからヨルダンガワイを、分離して、予言者。 ムハンマドの祖祖父ハーシムを先祖に持つ名族ハーシム家が統治する従属国トランスヨルダン主張国とした。第二次世界大戦終結後の1946年、イギリスの支配から脱してトランスヨルダンハシミテ王国として独立し、1950年にはヨルダンハシミテ王国と解消された。先々代に当たる祖父アブドゥッター一世国王が、 存命であった頃のアルフセイン・ビンタラール王子、後のフセイン皇太子、フセイン一世、国王1952年、当時16歳であった若き皇太子、アルフセイン・ビンタラールが、国王フセイン一世として即位。1954年、日本とヨルダンとの間で国交が樹立された。1974年、日本はヨルダンの首都アンマンに、大使館を設置。 同年、ヨルダンも、日本の首都東京に、大使館を設置。1976年3月、フセイン国王が、アーリア王妃や、バスマ王妹、ザイドア、イコールリファーイ首相夫妻らを伴って、国賓待遇で来日し、天皇、皇后、三木総理大臣、その他各界の代表者と会見した。ことに、三木首相とは訪日中に2度も会見しており、 両国の首脳ともに世界平和を推進し、かつ国際協力を発展させるために両国が相互に協力を続けるべきことに合意した。具体的にはイスラエルは国連安保理決議に従って第三次中東戦争で占領した地域から全兵力を撤退させるべきであること、中東におけるすべての国の領土の保全と安全が、 尊重されるべきであること、パレスチナ人の民族的権利が踏みにじられることなく、国連憲章に基づき承認、尊重されるべきであること、などといった重要事項について、両国の首脳は一致した見解を表明した。1985年、両国間の技術協力協定が発行。1995年、航空協定が発行。1997年、 左章手数料相互免除協定が発行。1999年2月46年以上もの長きにわたって在位にあったフセイン国王が政挙、皇太子アブドゥッタービンアルフセインが国王アブドゥッター二世として即位した。同年12月にはアブドゥッター国王がラーニア王妃を伴って国賓待遇で訪日し、皇居での宮中晩餐などに招かれた。 これは、アブドゥッラー国王にとって、国王即位後初となる日本への公式訪問となった。ただし、アブドゥッラー国王は、一回の王子であった頃に、三回ほど来日している。2012年、両国間の原子力協定が発行。2015年1月17日、エジプトの首都カイロで開催された日、エジプト経済合同委員会の席上において、 安倍晋三内閣総理大臣は、まず私は、安慢で、激動する情勢の最前線に立つヨルダン政府に、対し、河原の支援を表明します。アイスセルと戦う、周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援を約束しますと公式に述べて、ヨルダン支持及び反アイスセルの姿勢を明確に、打ち出した。ヨルダン王室の訪日歴は、非常に多く、一世国王が4回、 アブドゥッター二世国王が十二回、ハッサン王子が六回、日本を訪問している。ただし、フセイン王大使は、一度も、日本を公式訪問した実績がない。アーミル・シャンムート・ズハイル・アルム・フサード・アル・バタイナ、ハリド・アル・マダード・ハ、ファールーク・アル・カスラー・ィー、サミール・アンナー・ウーリー、ディー・マー・イズ・ハイル、ハタード・ラーミー・マシュフール・アル・ハラー・ラガド・バース・イム、 アントゥーンアイコールサッカーラーミーマッシュフールアルハラーラガドバースイムアントゥーンアイコールサッカーリーナアンナーブありがとうございます